僕はこうやって毎日パンをこすり合わせています。丸めけどうも、こんにゃくです。今回も丸めかつやっていきたいと思います。皆さん、もう12月ですね。12月ですね。もう12月ですね。早くね？マジで。なんか前の動画もこんなこと言った気がするけど。11月はね、ま、いろいろな、おい、ふざけんな！ 11 月はね、いろいろな思い出がありました。ま、特に、あれですかね。11月は、11月は、そうですね。まあ、思い出といえば、特にないです。ペペン、ペペン、ペン、ペペン、ペン、ペペン。てか、マリメさ、マリメの実況久々すぎてちょっとよくわかんないんだけど。てか、あれだよね、マリメのさ、マリメのアップデート来るよね。なんか、ゼルダ。あーです！ゼルダ、ザーうるさ、俺。ゼルダン！ゼルダとか、ゼルダじゃない、リンクか。リンク使、え？あれ？これどこ行くの？おっと？ここで？あ、ここが？ここで、あ、ここだね。ここ行って、中間取りました。うわ、なんかみんないるじゃん。マジ？え、これちょっと負ける可能性ない？いや、負ける可能性なんてない。俺は勝つことを、目的に生きてる。何この土管。あー、最悪だ！なんか新しいギミックとか増えたりさ、あとなんだ？うん！マリメのアップデート、楽しみでもあり、ちょっと嫌でもあるよね。なんか、新しいギミック増えすぎて、ちょっとよくわかんなくない？覚えきれないんだけど。あ、すごい！早くない？あいつ！バカめ！昨日ですね、僕、何してんの？あ、うわ、これか！うわ、マジ、ちょっと待って！こういう系？ちょっと待って！いや、これは行きたい！これは、はぁ！医師が二人いる。もう何があっても大丈夫。なんでや？ちょっとだけ寝起きなんで。あくびが出ちゃう。いや、これは落ち着いて後ろに行こう。あくびが出ちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそこは、これはちょっと取るわ。もう多分ね、勝てない。これ勝てないわ。これね、もうみんな分かってると思う。僕ですね、昨日、僕サイコパスなんで、サイコパス見ました。めっちゃ面白いね、あれ。なんか、なんで見てなかったんだろうって思うわ。早く出会っとけばよかったわ。アニメに。いや、でもね、僕サイコパスなんで、まあ、今の僕に銃当てたら多分犯罪係数300オーバーでしょうね。おい、ポンタスケ！ポンタスケ、お前何してくれとんねん！いや、待ってろよ！おれ！正直に行こう。わかった。僕は、サイコパス。うわ、これまた厄介そうなステージ来たね。多分これ、いや、これさ、最初に行かなきゃこれ全員落ちるよね。はぁ！これまたまずいことになったぞ。いや、これもうすぐ、ほらね、イエーイ、イエーイ、あー、危ない、あー、いや、これどうしよう、これ一回踏み、これ、一回踏みました。んでよ、で、ここ踏みます。そして、からの、バーン！ 4 人体制で一番やっちゃいけないステージ、これ。絶対ダメ、このステージは。いいえ、4人対戦でさ、おい、バカ、やめろやめろ、マジでやめろ。いや、これあれだな、ボタンの上一番楽だな、どうしよう、これどうすればいいの。いや、ここ踏みます。ざま、見ろ。ざま、見ろよ。やばい、ちょっと、いや、本当にまずい、これ。これ大丈夫、これ先に人いるよね。バンね、やばいよ、これ、ゴールあるけど、あれ1-5、クッパ VS マリオ。なんか楽しそうだね、人生。なんか僕のサブアカにですね、僕のサブアカ DM 開放してて、まあ、そのサブアカにですね、ああいや、これはヒップドロップかましてよ。行こう、一枚。いや、これは、いや、どうしよう。これは、いや、ここ上から行こう。上から安全に行きまして、上から行けないので、上からこれ、え？これ降りなきゃいけないの？僕のサブアカの DM にですね、ある DM が届きまして、まあ、その DM がですね、ちょっとなんで、ちょっとこっち行くわ、じゃあ。その DM がですね、なんか、いつも動画見てます頑張ってください、なんかマッチングしたいですみたいな DM が来まして、それ、見てみたんですよ。そしたら、なんか、世界一イケメンって名前で、しかもなんかチョコレートみたいな顔をしてて、うわ、なんだこいつって思ってたら、S プラスって、なんやねん。S プラスって。よし、もうこれ、こっからでしょ。え？え？ちょっと、すいません。すいません。ああ、キャキャ、びっくりした。積んだかと思った。いや、これ、そういう手法ね、手法ね。いや、これはバネを置きました。
あ、これ勝負だからね。これ、あの、1対1対1対1だからね。これ、うわ、いけれました。はい、はい、あー、これあれね、こういうパターンね。はい、もうどんどん上に行っていこう。もうこういうね、こういうの俺大好きだからね、こういう1対1対1みたいな。あー、大丈夫？怖いよ。なんか不穏な空気しか。うわ、出た。出た、これ。これ、やばいぞ、これ。このパターンちょっと俺、嫌いかもしんない。この時間稼ぎパターン。よし、いけ！頑張れ！うわ、出た、出た、出た！出た、出た、出た！このパターンね、このパターンね、オッケーオッケーオッケー、いいよ、いいよ、いいよ。僕、この跳ねるの大好きだからね。おれ、早マリオ！なんでそんな早いの？いや、いける、いける、いける、全然いける、大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。マリオに遅れんな。マリオお兄ちゃんか？ルイージ側、お兄ちゃんなのか？いや、これ、いや、取んない、取んない、取んない、いらない、いらない。あー、いるわ！いるわ、これ、鍵どこ？出た！出たから行こう！やばい、ちょっとマリオ早いな。マリオこれ早いぞ、マジで。あ、え、あ、何、何、すごい勝負感出てて楽しい。楽しいけど、ちょっとね、あの、被ってるわ、マリオ。うん、アイコンが被ってる、俺と。来た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 、入る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 、で、入りました。うわー、みんな合同だね。これ、ヨッシー使おうか。ヨッシー使って。ヨッシー使っていこう。これヨッシー使って。ヨッシー使って。ペッ、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 やばい、これ俺生身なんですけど、生身なんですけど、はあ、ちょっとマジでまずいことになってる。はあ、最悪だ、マジで最悪だ。はあ、これ終わった、これ絶対終わった。いや、いける、なんでいけるの。はあ、はあ、そういえばあの動画で言ってな、ね、言ってなかったんですけど、うん、ペス、あのツイッターのアイコンとか、まあ、TikTok のアイコンとか、あん、 SNS のアイコンを変えました。あのそれだけです。ブロスたちの縄張り、すいません、あの入りたくないです。さあ、お前らこの縄張りの中で争うんだ。いや、そうだ。俺たちは勝負をしている。ここは実験台なのかもしれない。さあ、お前はアイテムを盗もうとした。残念だったで。残念でしたって。僕のものでーす。ウェイ！メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス、ドンベリークリスマス。あん、ぺんちょん、ぺんちょん、ぺんちょん。うわー、これもまた1の1みたいなコースな。ちゃあ、さあ、危な。危な、普通。いや、これね、後ろにいるから、あえて、お、バカめ、俺が先頭だぜ、上、上、もうどこまでも突き進んでやるよ。お前らの仇を、俺は、取ってやる。これ来たでしょ、これ来たって言って。いや、ここは、ここヒップロップ。やった、なんかやった。いや、これ来るね、来る来る来る。来るよ、来るよ。そのまま行け、そのまま行け、そのまま行け、ちょっとどっか行け、頼む、どっか行ってくれ。よし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 。よし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 。いやいやいや、もう僕の殺意は違うよ。うん、俺の殺意、あの他の人と桁違いですから。だって僕サイコパスですからね。サイコパスですからねって何の自慢にもならないからね。はい、ゴールでーす、ありがとうございました。来たる破壊の時。怖いよ。来ました。多分このコース名的に多分魔王が作ったんでしょうね。この世界に恨みを持ってる魔王が、はぁ、何回同じ死に方すんの俺。でもこのドスにだけはやられないって誓った。もう、もう二度とこのドスにはやられません。そう誓い、お前、お前、そう、お前、はぁ、こいつ、こいつ性格悪い。もうドスにはやられません。もう絶対にやられないから。もうそこ、いや、これ、俺も性格悪くなりたい、みんなのように。あぁ、悪くなれんかった。僕はやっぱり、やっぱり、あ、マザーテレサなのかもしれない。もう行こう。もうこれ行っちゃおう。行っちゃって。もうこれいい、どんどんどん、こばってん。いや、もうどっすい。どっすん？どっすんがん？うわ、先にいるわ、青木のぴょん。いや、でも青木のぴょんはね、まあ、ルイージに勝た、おい！なんだそのどっすん？はぁー！ざまー！見る！ここからは、我が時代、到来なり。うっ、あ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 。ここからは僕の時代でーす。もうこれ、あの、犠牲にしていこうか。これ犠牲にします。うん、あ、落ち着け、落ち着け、落ち着け。次の狸拾えるところまで。バーン！おいおい、嘘だろ。俺が負けるわけねえだろ。そうだ。俺は絶対に負けない。絶対に負けないって誓ったんだ。俺は誰に誓ったのかわからない。でも、いや、これ取りたいね。これ取ろっか。僕の将来の夢は、ここを1位でクリアすることです。それ以外には、僕の、バン！最近ほんと寒くなったよね。なんか、マン！僕は、落ち着きました。過去さ、落ち着いた時の僕は、もう無敵と言われております。そうです。僕は、ちょっと、やめて。危ない、今、僕は、あの、落ち着いてるんで。